はい、皆さんこんにちは。大人男子ラボの宮永愛斗です。今日はですね、日常的に持っておくと便利だなって思うヘアに関するグッズ、髪の毛に関するグッズっていうのを、10選して皆さんにお届けしたいと思います。まあね、髪の毛って自分の印象を変えたりとか気分を変える上で、最大の武器だと思うんですよ。美容室に行った帰りっていうのももちろんそうなんですけども、日常的に髪の毛を上げたりとか下げたりとか、アイロン入れてみたりとか、ジェルやったりとか、ワックスつけてみたりとか、いろんなところで印象を変えて、気分も変えるっていうので、僕が思うには日常的にその変化を楽しんでほしかったりとか、 TPO に合わせて髪の毛っていうのを変化させて自分の気持ちも操作してほしいなというふうに思ってます。それをやる上でね、どうしてもパターン化された髪型とパターン化された道具だと毎回同じような、髪の毛で過ごすことになると思うので、あんまり気持ちの変化が生まれないなと思ってるんですよね。なので、いろんな髪型をやる上で、いろんなヘアチェンジをする上で、これだけは持っておくと、いろんなパターン楽しめるよねって思える道具っていうのを、10選まとめてみましたので、皆さんの参考になれば幸いでございます。はい、1個目です。1個目はですね、ヘアバームです。ヘアバーム、これは天然の脂質を固形化、半固形化した、ワックスにも近いバーム、バター状のトリートメントですね。正直スタイリング力っていうのはほぼないです。ほぼないのに何のために使うかっていうと、毛流れとツヤっていうのを出してくれるんですよね。で、どういうスタイルに向いてるかっていうと、センターパートだったりとか、あんまり動かさないマッシュスタイルにおすすめです。結構ね、今時代の流れ的にナチュラルなヘアスタイルすごく流行ってるので、バームを使ってる人っていう中には多いかと思うんですけども、これね、トリートメントの一種なので髪の毛だったりとかにも安心ですし、今っぽいセミウェットなちょっと濡れた感じの、スタイルが作れるので、これ結構おすすめです。僕で言うとセンターパートをするときに必ず使ってるアイテムになります。こんな感じで、ちょっとしたね、髪の毛のほつれ感だったりとか、ちょっとウェットでね、ホロホロこう毛束が落ちてくる感じっていうのはすごい今っぽくてかっこいいんじゃないかなというふうに思ってるので、ナチュラルなスタイルの時はこれを使っています。で、デメリットも、一応挙げるんですけども、デメリットとしてはこれどうしてもツヤが出るので、切り揃ってない髪の毛、伸び放題の髪の毛とか、もう重たくなりすぎちゃってる髪の毛につけると、どうしてもその印象がリンクしてしまって、お風呂入ってない油がギトギトの人に、勘違いされてしまうっていうのがありますね。なので、なるべく切り揃った切り立ての、フレッシュな状態の髪型にセミウェットっていう濡れ感を出してあげると、それがおしゃれに、切り替わるっていうね、それ難しいですよね、バランスが。なので、なるべく美容室行きたての、髪の毛にこういったバームをつけておしゃれを楽しむっていうのはすごくありなんじゃないかなというふうに思います。はい、2個目です。2個目はですね、ハードワックスですね。ハードワックスはね、皆さん多分中学生ぐらいの時から毎日使っているようなものだと思うので慣れてるかと思います。やっぱりね、マッシュスタイルとかセンターパートでもしっかり動かしてあげたりとか、束感をつけたい時っていうのはやっぱハードワックスは優秀ですね。僕もずっと中野とか、トリエとか、いろんなものを使ってたんですけども、アラサーになって落ち着いたのは、そのハードワックスの番号いっぱいあるじゃないですか。1番から11番とかありますけども、その中の、中間からちょい上ぐらいを選ぶことですね。6番とか7番とか選ぶと、ちょうどいい感じの、質感だったりとか、束感が出るかなというふうに思います。で、僕が最近メインで使ってるのはこのひとよにっていうね、デミさんから出てるワックス。これはね、女性にも使えるようなワックスなので、ちょっと番号の表示がですね、僕使ってる11番です。11番なのでめちゃくちゃ強そうなんですけども、この11番がいわゆる中野さんとかのメンズ用のワックスの7番ぐらいかなというイメージです。で、ちょっとね、僕今もうセンターパートで髪の毛長すぎるんでマッシュとかあんまできないんですけど、無理やりね、やったやつここにちょっと表示させておきますけども、こういったね、束感だったりとかズレ感っていうのはやっぱハードワックスでしか出せない質感だったりするので、動かしたいよっていう時はこういったワックスを選択して、つけてあげるのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、3つ目です。
3つ目がですね、ジェルまたはポマードですね。どっちかっていうとカチッとこれ今の僕みたいな感じで上げたい時に、使うスタイリング剤です。個人的にはですね、やっぱ気合を入れたい時っていうのは、おでこを出してアップバングしたいなっていうのがあって、ビジネスだったりとか、勝負の時っていう時にですね、一番使えるヘアスタイルなんじゃないかなというふうに思います。こういう時にですね、ワックスで上げるとどうしてもね、こうニュアンスっぽく上がってしまうので、カッチリ感が出ないんですよね。どうしてもなんかこう悪い意味でおしゃれになっちゃう。そういった時にジェルだったりとかポマードっていうのは、カチッと固めてくれて、ツヤ感が出て、この先とかがね、パリッとしてくれるので、上げるスタイルにはとてもおすすめなスタイリング剤になっています。経営者の方だったりとかビジネスマンがこうどうしておでこを出している人が多いのかっていうのも、これも結構理由があったりして、このねおでこを出すと普段ここに前髪があって黒じゃないですか。黒いものがあるのと、こういった肌色のものが出てるっていうのだと、こっちの方がやっぱ明るく見えるんですよね。黒ってどうしても印象を暗くしちゃいがちなので、ビジネスにおいては結構こう上げて、この黒の面積を少なくすることで、シャキッとねハツラツなイメージを与えられるっていうのがメリットだったりするので、まあそれが1点っていうのと、これをね上げることによって太陽がね瞳にしっかり入ってくれるんですよ。目の上ギリギリぐらいまで前髪がある人と髪の毛をカッて上げてる人だと、目のね光の入り方が全然違います。なのでこっちの方が印象を明るくしてくれたりとか、目に力が入ったりというのがありますので、まあビジネスマンだったりとか営業の方だったりとかは、こういったねジェルとかポマードを使ってあげるっていうのは、とてもとてもおすすめしております。はい、4つ目です。4つ目がですね、リングコームです。別名ラットテールコームなんていうのも言われております。これどういうコームかっていうと、こっちがですね普通の櫛になっていて、こっちがですね柄になってるんですよ。こっちの櫛の部分は皆さん使い方わかると思うんですけども、こっちの柄の部分、僕ら男性がどういう風に使うかというと、例えばセンターパートを分ける時だったりとか、七三とかで僕みたいにねこの分け目ついてますけども、これもこの柄で取ってます。まあ、ペンみたいな感じで、指でやるより正確にまっすぐ取れるっていうことですね。で、逆にこれ裏技なんですけども、このセンターパート、センターでは分けるんですけども、このパートが、しっかりビチッとついてるのが苦手だよっていう方は、これをですね、ペン先になぞるようにジグザグジグザグとやって分けると、パートがつかずにセンター分けをすることができるというですね。まあいろんな使い方があります。特にこういう上げるスタイルだったりとか、マッシュで綺麗にね、流すスタイルだったりって時は、やっぱり手でこう手ぐしでねやるより目の細かいもので、コーミングしてあげた方がやっぱ繊細なイメージだったりとか綺麗に整ってるイメージがつきますので、これ1本ね持ってると、万能なんじゃないかなというふうに思います。はい、5です。5がですね、ダッカールクリップですね。中学生の時にこんな感じでね前髪を謎にこういうので、ね止めてるナルシストみたいなのいませんでした？時からですね皆さんの記憶にはあると思うんですけど、これ本来はカットする時とかに髪の毛をね、止めたりするようなものです。で、まあ基本的には美容師さんの道具なんですけども、市販でも全然売ってると思います。これどういう時に使うかっていうと、例えば自宅でね2ブロックをやりたいとか、この2ブロックの刈り上げの部分だけ自分で次の美容室行くまでに整えたいって時にこれで止めることができたりとか、あとはスタイリングをする時にですねアイロン巻いたりしますよね。でアイロンってこの髪の毛全体で見るとどこから始めていいか分かんなくて、わけ分かんなくてうわってなることありませんかね。僕は昔よくあったんですけども、これって全体で見るから難しく思えちゃうだけで、これですねブロッキングといって、小さく、巻くべき部分の区画を狭くしてあげることで巻き方が丁寧になったりとか、巻く部分っていうのが理解できるようになったりするので、この全体考えずにまず止めて、やりたいところだけを引き出すっていうのも、これ一役買ってくれるアイテムなんじゃないかなというふうに思います。これ止め方よく難しいって言われるんですけど、髪の毛をねグリグリって、ねじってねじった部分をパチッと止めるとよく止まることができるので、そんな感じの使い方でやってみてください。はい、6番です。6番は、
トリマーですね。トリマーで、これ前回ですね、僕ボディートリマーとして、ご紹介させてもらったパナソニックの、トリマーなんですけども、先ほど言った次の美容室までにこの2ブロックだったりとかね、後ろの毛っていうのが耐えられなくて、まあ1週間に1回とか結構やりたくなったりするじゃないですか。その時にバリカンをしっかり使ってたんですけども、それ専用でバリカンを買うのもハードル高いよなっていう風に思ってた時にですね、体用のトリマーっていうことで、すね毛だったりとか腕毛だったりとか、いろんなところに使えるトリマーを買いました。でパナソニック社製だったので刃もしっかりしてました。なのでこのアタッチメント 6mm とか 3mm も付属してるので、それをつけて、このね2ブロックだったりとか、このアタッチメントを外して、この後ろのねうざいところ、この恐竜みたいになっちゃうところを、処理するっていうのはとてもありだなというふうに思います。なんで、まあ、バリカンとかいろんなカッター、僕めちゃくちゃ種類いっぱい持ってるんですけども、大体のことこれ1本でできんじゃないかなというふうに思ってます。これ1本ね、お家にあると結構いいんじゃないかなというふうに思います。はい、7です。7がですね、小回りの利くストレートアイロンっていうやつですね。髪の毛をねセットするときに、まあ、コテって言ってね、あのカールができるアイロンだったりとか、こういったストレートアイロンとか、太いのから細いのから2ウェイになってるものまで、いろんなヘアアイロンあって、どれを買ったらいいか分かんないよって、よく質問いただくんですけども、メンズがヘアアイロンを買う上で、一番いいのはストレートアイロンかつ、小回りが効くものっていうのを優先するといいんじゃないかなというふうに思います。1個目はですね、このサロニアっていうところの 15mm のヘアアイロンなんですけども、ここのね、細さが売りです。ここは例えば結構短い方で、この両サイドが、直毛すぎてこっちにねパーンっていっちゃうみたいな方とかも、こんぐらいの細さの小回り効くアイロンだったら、そこをね沈めるためにこうやって、アイロンを入れることもできますし、もちろんね、カールをつけて、マッシュだったりとか、センターパートの、毛先をこう C だったりとか J に、曲げるっていうことももちろんできます。でこっちは 3x ラディアントといって、これは僕もね開発にちょっと携わらせてもらっている、めちゃくちゃちっちゃいヘアアイロンです。これもメンズにおすすめですね。こんぐらいのミニアイロンだっていうのも、こう持ち運び用とかでね結構女性とかが使ったりするようなサイズ感も、メンズにとってはちょうど良かったりするので、こういうミニアイロンっていうのもメンズの皆さんにはおすすめです。で温度的にはあんまり熱いものを使っても、髪の毛がね変色してったりとかダメージの原因になっちゃったりするので、まあ、180度ぐらい出れば十分かなというふうに思います。はい、お次はですね、プロ用の業務用ドライヤーですね。で、まあ、業務用のドライヤーって何がいいかっていうと、やっぱ持ち手だったりとか、風量とかがやっぱサロン用に作られているので、使いやすいですし、早く乾きます。これはね、僕はもうサロンとかによくあるスタンダードタイプのものを家では使ってます。なので、特に高級ドライヤーというわけではなくて、5、6000円ぐらいのものですね。で、こいつ何がいいかっていうと、この 600W、1200W で、風量が変えられる。弱風と強風。これはまあ普通ですね。でこのオンレイもこのボタンね一つでねすぐに変えることができるので、立ち上げて固めたい時とかに、すぐに冷風に切り替えられたりとか、あとはこの口がですね、絶妙な太さで一点にブワーっていってくれるので早く乾くんですよね。早く乾くし 1200W、出るので風量もしっかりしてます。あとは安心の、ノビーというですね、テスコムってとこから出てる、ドライヤーなので、メーカー的にも安心かなというところで、これを使ってます。もちろんねドライヤーっていろいろ高級ドライヤーとか3万とか4万とかするやつとかも最近すごく出てきてますが、メンズにそこまで必要ないなっていうのが僕の正直な感想です。まあ女性とかね髪の毛をいたわったりとかダメージっていうのを相当気にされてる方がほとんどですので、熱だったりとかそういうところで、かなり考え抜かれて作られたものっていうのを駆使して髪の毛を大事にいたわってあげるっていうのが必要になってくるんですけども、僕らってそんなダメージとか気にせないですよね。どっちかっていうと早く乾くっていうのを理由に、乾かす習慣がついたりとか、ヘアセットにね使いやすいぐらいの風量っていうのが、あればいいのかなというふうに思うので、そんなに高級ドライヤーをおすすめはしないですね。
番外編になるんですけども Q がですねこのコイルカチューシャですね。これはですね家にいる時にマジで最高なんですよ。これ何に使うかっていうと、まあお風呂上がりだったりとか、洗顔だったりとかスキンケアする時にヘアバンドと一緒ですね、髪の毛を上にこうカッと上げてくれるアイテムです。でどうしてもねなんかヘアバンドって僕女性的で苦手だったんですよね。なるべくねこうヘアバンドっぽくない可愛くない髪の毛を留めれるものないかなっていう風にいろいろ探したところこれが出会いました。これはですねつけてもほとんど髪の毛と同化してつけてる感がなく、しかも、金具なのでしっかりパチッと留めてくれるのでそう簡単には落ちたりとかずり落ちたりとかはしてきません。なので僕はこれを家にいるとき、使ってますが、例えばリモートで飲むときとか画面とかに映るときとかでも髪の毛をしっかり留めていながら、髪の毛と同化しちゃってるので留めてる感がなく自然なのでいろんな用途で使うことができます。はい、ラストですね。ラストは頭皮ケアのアイテムです。これはねアラサー男子は持っていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。これね匂いのこととかも散々言ってますけども、頭皮がちょっと臭くなっちゃったりとかした時に、頭皮用のトリートメントをつけたりとか、頭皮が乾燥して、フキがポロポロ落ちてくる方っていうのもスキャルプオイルみたいなのをつけると良かったりしますよね。頭皮環境を良くするっていうのが、僕ら男性が一番考えなきゃいけないことかなというふうに思っていて、女性のようにパーマをしたりとかカラーを頻繁に行ったりとか、アイロンをしたりとかっていうのが、少ないからこそどっちかっていうとそのダメージはそんな気にならないです。だけど僕らってワックスとかね、ヘアスタイリング剤っていうのが頭皮に限りなく近いところにつけられてるっていうので、そこを洗浄して、綺麗な状態を保つっていうのが意外と大事だったりするんですよね。僕がちなみに使ってるのは、セレオキシルデンサヘアっていう、まあ荒れ流さないスカルプトリートメントですね。薄毛だったりとかにもアプローチするようなものなので一応ね予防として、使ってたりとかしつつ、頭皮環境をね健やかに保つみたいなところでもしっかり作用してくれるアイテムなので、こういうのを使って毎晩ですね、乾かす前にこれを使っています。はい、皆さんいかがだったでしょうか。こんな感じで10選してみました。まあこれ以外にもね、いろいろ持っといた方がいいものっていっぱいあるんですけども、最低限いろんなヘアのバリエーションだったりとか髪の毛っていうところを楽しむ上でこの10点、まあたった10点持ってればいろんなですね、自分に出会うことができるんじゃないかなというふうに思います。まあね、10代とか、20代前半とかは髪の毛はファッションだったりとか楽しむものっていうのもあったと思うんですけど、30代、20代後半になってくると清潔にしておかないといけないところ、そして仕事上しっかりケアをしておかないといけないところだったりするので、といろんなね表情をつけたりとかいろんな TPO に合わせて髪型だったりとかヘアスタイルっていうのを、楽しんで仕事道具として扱っていただけると嬉しいなと思います。まあ各スタイリングの仕方だったりとかケアの仕方っていうのは、また別の動画いっぱい出してますので、ヘアスタイルっていう再生リストから見ていただけると見やすいんじゃないかなと思いますので、そちらもぜひチェックしてみてください。僕のチャンネルではメンズヘア、メンズファッション、スキンケア、メンズメイク、大人の男子の身だしなみをアップデートというテーマで、チャンネルを運営しております。もしいいなと思われましたらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。週に 1,2 本こういった情報を発信してますので、もしよかったらまた見に来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。